ツライブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。2008年度ダーツライブプロの武田です。番組リニューアルおめでとうございます。シャープ21と22の、闘魂、その時は、自分のペアという形で青木くんと一緒に、エグチョアフロペアに、挑みに行ったんですが、2人ともキモいぐらい入ってましたね。で、罰ゲームも受けてしまい、散々だったんですが、当時アフロくん、アフロのままで、初対面だったんですけど、すごい気さくでいい、もう青年っていう形で、また対戦してみたいですね。もうこの前ちょっとちらほらと聞いたんですが、なんかもっと試合を流すような形で、それも結構早くに見られる。もうこんなに、編集する方は結構大変だとは思うんですが、自分もどのくらい早く見られるのかちょっと興味あるところで、自分もやっぱり楽しみにしてます。実はですね、2年前に、ジョン・パートと、対戦したことがあります。その時はもう瞬殺されました。でもちょっとリベンジには結構いい機会なのかなと思ってます。非常に楽しみにしています。フィル・テイラーになりきって頑張りたいと思います。今回の、エキシビジョンマッチ、当日会場に来られない方のためにも、ダーツライブ TV の方で、すぐに、見られるかと思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいかと思います。